ガオ浜田山・ハマダドラノコ・不動産です。こんばんは。元女優堀吉さん妹ナナがファースト写真集をランジェリー姿カットで初披露しています。沖縄のホテルで撮影。裸けた白いシャツからブルーのランジェリー姿をあらわにして 写真集ではこの他にも水着やランジェリーでの撮影に挑戦。えー、恥ずかしい気持ちももちろんあります。ただ男心をくすぐるような写真も残したいなと思って決意を明らかにしました。普段の私は女っぽいというより無邪気だったり元気だったりそんなイメージです。写真集は素の私もしっかり入ってるしいい意味でのギャップや 男性にドキッとしたと言わせるようなことができると思います。えー、それでは、ナナでした。お先に失礼します。